ご機嫌いかがですか。敷島会の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。福沢さん、ありがとうございます。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。長谷川隆であります。本日は後期2677年、後期2677年、平成29年6月7日水曜日であります。敷島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ。言論の自由とは、皆さん、私たち日本には言論の自由があるのでありましょうか。お父さん、言論の自由があるのでありましょうか。私たち日本国民は言論の自由を生かしているのでありましょうか。言論の自由とは、検閲を受けることなく自身の思想、良心を表明する自由であります。言論の自由は表現の自由の根幹であります。お母さん、私たち日本には言論の自由があるのでありましょうか。本来音声による表現が言論の自由であります。私がここで演説をし、言論の自由のもとに演説をさせていただいております。会場で演説をする自由、言論の自由であります。学生の諸君、学生の皆さん、大学の講堂で演説する言論の自由はありますでしょうか。学生の諸君、学校の大学の講堂で自由に発表する言論の自由はありますでしょうか。ラジオ、テレビ、インターネット上での言論の自由はあるでありましょうか。日本人の私たちは言論の自由を生かしているでありましょうか。表現の自由とは、皆さん、日本人の表現の自由があるでありましょうか。表現の自由とは、すべての見解を
検閲されたり規制されることなく表現する権利であります。外部に向かって思想、意見、主張、感情などを表現したり発表する自由であります。表現の自由は報道、出版、放送、映画、これらに自由な言葉遣い、服装、絵画などにも表現の自由がありますでしょうか。時には相手から嫌がられる場合も表現の自由で同じ主張を繰り返すことができるのであります。皆さん、報道ジャーナリズムには社会的に非常に大きな力を持っております。我が国の立法、行政、司法の3つの権力に続いて報道機関を加え、これらを第4の権力と呼ばれるのであります。にもかかわらず事実をありのまま述べるのではなく、報道各社の主観を組み入れて構成して、なお自公の政治的イデオロギーを優先させたりする、公平とは到底公平とは言い難い意図的な編集が行われているのであります。誤報ややらせ、虚偽報道が多く見られるのであります。皆さん、これで良いのでありましょうか。学生の諸君、国家の言論自由を、我が国の言論自由を断固として守ってください。泣き言など言ってはなりません。皆さんご存知のように、我が日本国の大学において言論の自由が脅かされております。断じて許すことはできません。学生諸君、言論の自由を守ってください。皆さん、お騒がせいたしました。敷島会の皆さん、ありがとうございます。YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。